株式投資虎の穴林投資研究所チャンネル、こんにちは、林智之です。まずはですね、一つ相場金言を紹介します。利食い土天は愚の骨頂。愚の骨頂というのはこの上なく間抜けである、最上級のバカである。つまりね、絶対にありえない行動であるというね、強い否定ですね。土天というのはね、売り買い、ひっくり返すことですね。例えば、買っている銘柄が上がったと。よし、ここが天井だと読んで、買いポジションを利食い売りすると同時に下げを取るべく、土天、空売りを仕掛けた。こういう行動に対して、お前調子に乗ってんじゃないよと。ね。神様にでもなったつもりかと。ありえないぞと。まあ、こういうのがね、愚の骨頂と、こういう意味ですね。じゃあ、損切り土天はどうでしょうね。上がると思って買ったら、下がってきちゃったと。まだ下げそうだなぁと言って、ぶん投げて、そこからの下げを、空売りで取りに行くと。ね、取り返しに行く。これはね、ありです。あり。ね、ちなみに、中間線。林投資研究所の中間線縦玉法は、こういうやり方で、騙しをね、取り返しに行きますね。素早く行動してね、パッと行くわけです。こういうのがありだよというね、アイデアが頭の中にあるだけで、損切り土天をね、実行しないまでも、損切り撤退がスムーズになるかもしれません。さて、本編です。売りか買いか、それが問題だ。今度はですね、土天ではなくて、買いと売りと分けて考えましょう。ね、株は買うものである。買いが正しい。これが一つですね。かたや、相場なんだから、ね、空売り。これがね、正当派である。この二つのね、対立する意見をね、それぞれ、紹介したいと思います。まずは買いの方ですね。株を買うということは、企業のね、所有者になるわけですね。ほんの一部分ですけれどもね、企業のオーナーですね。オーナーとして株を持っていると、寝ていても、酒を飲んでいても、企業が利潤追求で活動して配当をくれます。で、企業がうまくね、成長していけば、株価が上がりますね、入ってくるわけですね。株は買って持つものであると。だから短期間の相場トレードであっても、買いから入るのが正しい、ね、これが正当派であると、こういう哲学ですね。片や、売りが正しいと、こういうふうに言う人たちの理屈はですね、人気、この人気気の増減によるね、上げ下げ。まあ、株の場合、これがね、非常に大きい。この要素が非常に大きいわけですけれども、ここに目を向けているわけですね。下がった相場っていうのはね、次にね、しっかりね、人気化しないと下がったきりになる。まあ、こういうことはね、普通にあるよと。だけどね、人気で持ち上げられた相場っていうのはね、必ずね、下がるよと。まあ、下げをね、取るための空売りというのはね、高値圏の荒れたところでね、仕掛けなきゃいけませんから、そういう難しさはありますけれども、一旦下げに乗ったらね、だら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 下がってきますからね、こっちの方が優しいと。ちなみにですね、下げは速い、スピードが速い、まあ、こういうふうに言う人がいますけれども、これはね、とんがった天井のね、ほーんのね、短期間の動き、そこだけを見てるんですね。もう相場が終わっちゃってね、下げ始めたらダラ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 ね、長く下がります。途中ポーンとね、反発することもあるんですけれども、またダラダラ下がってね、次に大きく人気化するまでね、ものすごく時間がかかると。実は下げの方が長いと。これ錯覚なんですね。昔ね、巨人の星というね、漫画がありました。で、アニメ化されてね、結構ね、人気がありましたけれども、お父さん、星一徹がね、ちゃぶ台をひっくり返す。ご飯が乗ってるちゃぶ台をね、バーンとね、ぶち切れてひっくり返しちゃう。ね、
こういう風なイメージがね、欲しい鉄にはね、強いんですけれども、誰かが言っていました。本編の中でちゃぶ台をひっくり返したのはたった一回だけだそうです。じゃあなんで欲しい鉄っていうとね、ちゃぶ台返し、ちゃぶ台ひっくり返す。まあこういう風にみんなが思っているのかというと、オープニングの映像でね、ちゃぶ台ひっくり返してるんですね。これをね、繰り返し繰り返し見せられていたんで、もういつもやってるもんだと思っていたわけですね。これと同じです。本当にね、話題になってね、とんがった天井をつけてね、うわー恐ろしい下げだっていうね、短期間だけ見てるから下げは早いと。まあ、こういうふうにね、錯覚しているわけですね。だからね、空売りをね、好む人はね、そのダラ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 下がっていくところをね、ゆったり取っていくわけですね。仕掛けは難しいけど、ね、その後は楽だと。買いの方がね、どっかでね、さっと逃げないとね、スーッと知らないうちに終わっちゃうから怖いよと。まあ、こんなようなね、いろんな意見があります。はい、こういったちょっとね、変わった見方をね、頭の中に入れてね、こう、トレードの幅というかね、引き出しがね、増えたらいいなと思って紹介いたしました。最後までご視聴ありがとうございます。